はい、今日も左翼にモンスタークレーム日本改革党靴沢でございます。コロナなんですけれども、4月1日からただのインフル扱いにすることを閣議決定、だそうであります。治療やワクチンは有料に、他のインフル同様に陽性でも隔離されない、自宅待機圧力もない、町内科で薬もらえる、マスク着用も原則自由となるようです。と言われても、マスク総括って外さない人も多いかなーって。なんか女性はですね、継承しにくていいわなんつって割と好評らしいんですよね、マスクすることが。ネットの話です。年に 2,3 回流行る日常的な感染症の仲間入りやね。年末年始にかかったが、インフルと比べ物にならない辛さだったぞ。俺は39度台の熱が4日間続いた。まあ個人差あんでしょうね。苦しい人は苦しいと。俺も咳が未だに出るわ。軽く見ない方がいい。目の前のコンビニに行くのにマスクは面倒いからよかった。テレワーク終了かな。無症状なのに陽性ってだけでホテルや病院に隔離されるのはおかしい。無症状なのに隔離されるのはおかしいと。政府がコロナでいくら使ったか知りませんけれども、100兆円ぐらいは使っちゃったんじゃないのかな。実質税負担率 48.1% の原因となっているのは間違いないですよね。高齢者が将来不安なのも、貯金に利子がつかないのも、若者が希望を持てなくて結婚しないのも、教育費が高くて出産人数を控えるのも、バイトの時給上がらないのも、なんとなく世間が暗いのも、私が肺がんになったのも、みんな重税のせいなんですよ。きっぱり。それはあなたの感想ですよねって言われそうですけど。と考える私は、5類降格に賛成です。政府や自治体に対してですね、あれやってくれ、これやってくれ、これをタダにしてくれって叫ぶのは、結果的にですね、増税してくれって絶叫してるのと同じなんですよね。もしくはですね、金持ちから奪ってこっちによこせって勝手なことを言ってるのと同じでして、つまりくれくれパヨパヨ退治が必要と。コラボとか若草とか税金にたがるゴミ虫退治しないとね。足立議員の兄、NPO 法人やってる、障害者支援の NPO 法人やってる足立議員の兄、過去ツイート全部削除の荒技。大変だったろうね、ポチ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 。いっぱいあるとね。さらに自分の障害者支援 NPO 法人、N3 っていうらしいんですけど、のホームページに鍵かけて、パスワード知らないと見れないようにして、エロサイトみたいに一般人が見れないようにする超荒技を断行。これね、100% 民間の組織のホームページだったら、まあ何しようと自由ですけど、1円でも税金が入った団体組織がこういうことやんの、どうなんですかこれ。違法とまでは言わないけど、よろしくないよね。税金が1円でも入ってんだったら、公共性を持つべきだよね。ホームページ見せねえって、そんな話あっかって、いうことなんですけども、ネット民、疑惑は深まった。まあ当然だわな。自ら疑いを提示していくスタイルで、なんてわかりやすいんだ。足立議員、兄の事業について1億円以上の税金を躊躇しているっていうデマが拡散されています。ネットの反応です。なんでこういう時に、貸借対照表出さないの？事業実績や、実績報告書とか活動報告書出せばいいのに、なんでそれも揃って出さないの。これコラボもパップスも出さないっていうことなんですかね。表のもの出して説明したって意味ないよ。じゃあなんでツイート全消ししたんですかいいなこれ。どうしてもなんとかごまかしたくて我慢できない人に限って、自分のツイ消しといてからこういうこと言ったりするんですよね。世間ではこれを卑怯と言います問題の本質は隠したことではなく、身内の補助金で飯食ってる、身内に補助金で飯食ってる人間がいるんだから、国や自治体の補助事業や委託事業を厳しく見られたら困る立場ってことですよ。後ろめたい自覚はあったんだ。事業内容の説明いただきたいですね。身を切る改革でギャーギャー言うとる政党の議員が
公金無駄遣いを矮小化させようとしてるのが問題だってんだよ。あなたのお兄さんがやってることは、訓練給付金を永遠にもらい続けるそこそこ働ける障害者の囲い込みです。全く働けない障害者は足立兄の団体では扱わない。障害者を働かしてですね、でそれを支援してっていう団体らしい。囲い込み、飼い殺し、絶対叩けば埃が出るからツイート全消ししたんだろうが、障害者向け事業はいくつか見たことがありますが、ここまで羽振りのいい事業所は見たことがあります。羽振りいいんだ、足立兄の事業所。これは疑惑が深まったですね。表の帳簿見して、兄はちゃんとやってんだ、デマだ。で、じゃあなんで全消ししたん？こういう人らが一番言われたくない言葉はですね、領収書出せ、じゃないかな。無条件で公金が助けてくれる団体が、憎い、どうせ、ずるいことやってんだろって、そうもいるんですよ。私とか。ずるいよな。楽してもげやなってなってね。そういう気持ちの小さい人間も、いるんですよ、私とか。足立議員はすでに敵認定されたんだから、ジタバタせずに黙ってた方がいいのにね。脊髄反射で口答えそのもので笑っちゃいますよね。さらに足立議員、公金中注資金とか言って、そのエビデンスがほとんど言いがかりばかり、盛りかけの時の左翼と同じレベル、ほとんど言いがかりばかり。ほとんどですから、じゃあ言いがかりじゃないものもあるんだよね。これね、全部が言いがかりじゃないです。盛りかけの時に予算委員会に挑む安倍元総理の気持ちが少し分かったような気がします。安倍さん引き合いに出してきて、安倍ファン激怒、盛りかけとは違って証拠いっぺいあんだろうみたいな。ネットの話ダメだこの人、安倍さんと一緒に住んだし、安倍さんの名前口にしてほしくないわ、軽薄という言葉がぴったり。あの夜中の話は何だったんだよ、ふざけんなよ。協力ふりして、するふりして近づいて、火消しか妨害しようとしてたでしょ。そうなんだって。国会議員の中でこの問題に興味を持ってる人は私しかいないとか言っててですね、他行かないで私んとこ来てくれ、みたいな誘引してですね、吸着してですね、でコラボは問題ない、国会にこれ出したら盛りかけみたいに時間無駄にするってなことを言ってたらしいです。現在進行形で税金チューチュー、コラボのことを追求するとやっぱり都合悪いんですね。あなたが始めた喧嘩ですが、お兄さんツイート全消ししましたよね。盛りかけはマスコミが騒いでたけど、これは一般人の意見だと、一般人が騒いでたんだと、盛りかけはテレビ新聞が主にギャオギャオ言ってたけど、傲慢な発言が嫌われただけだぞ。盛りかけ否定派の多くがあなたを非難していることをお忘れなくと。盛りかけ、なんてっていう人、つまりまともな人が足立議員を多く非難していると。安倍総理の名前出して自分を正当化しようとしたことに、右激怒、これは大失敗でしたね。偉そう、無知、公益ばかりという印象がべったりで、もう取り返しつかないですね。私は知りませんでしたけれども、元からそういう人みたいだったんですよ。そういう人だったんだって。傲慢無知、かつての上司橋下徹の足立票、評価、足立さん評価、事態の推移を読めない。事態を読むための情報収集ができない、党内の動きを読めない、物事のあるべき姿を想像できない、自分が一度言ったことを修正できない、へりくつこねてでも自分の主張を正当化、1ミリでも前の改革を進めようとする精神なし、納税者感覚がない、世間でどう捉えられるかの判断能力なし、じゃあイメージ戦略とか全然ダメですね、これ。なんでツイッターやってんだって話。自分の上司、人事権者にだけヘコヘコ。その他は、むちゃくちゃ。めちゃくちゃですね。誰のどの忠告を聞くべきかの判断能力なし。国会議員の仕事は日本で最高、至上のものと考える国会議員至上主義。じゃあ、他の仕事してる人をバカにしてるってことだな。他者の視野を想像できない。他人の気持ちになってとかいうことができないみたいですね。サイコパスかな、ただの。自分が今ある立場の敬意、恩義を忘れ、すべて自分の力だと過信する。サイコパスプラス、
自己愛性人格障害、ネットの声に煽られるどの価値観を重視すべきかを判断能力なし、貴重なアドバイスを生かす能力なし、自分で事態を動かす力なし、自分が一番賢いと思い込み、人事権者以外をバカにする、なんかバカほど自己評価が高いっつう、ダニング・クルーガー効果っていう話がありますけど、なんかそれ思い出したな。総合評価、足立のような人物はほんまに日本の世界から去ってもらわないと、税金の無駄遣いだし日本を滅ぼす。こんな判断、読み能力のない人物も珍しい。官僚を一括りにしてはいけないが、ダメ官僚の典型、勉強だけやって物知ってることが全てだと思っていると。なんだ、こんなにも元上司を怒らせたのかは知りませんけど、クソ味噌の評価です。なんだ、どこにでもいる、ただの傲慢、無能の嫌われ者で、バカと。ネットの声に煽られる。いいこと聞いちゃったな。今日もさっき煽るツイートをしといたんですけども、自己正当化のために安倍さん出して黙ってらんないのか。脊髄反射で口ごたえそのものやなっていう声がですね、ネットの一部から出てますよ。私から。呆れられてて、そうじゃないかとは思ってましたけどね。コラボイコール共産、足立兄イコール維新、自民も躊躇してないわけないよなっていうか、一番躊躇してんじゃねえかなって思ってですね、観光例敷かれてんだなって思ってたんですけど、小野田参議院がですね、NPO を使ったマネロンを海外から指摘されているって、コラボに言わせるツイート、してまして、あ、これ黙ってるって言われたんだな、自民党はこれが限界なのかなって思ってたんですけども、杉田水脈議員、あ、名前は間違えちゃった。変換ミスですね。コラボが韓国の水曜デモに参加して、低体強同様の主張を繰り返したり、保護した家出少女を沖縄の基地反対運動に動員していることが大問題だと思います。コラボ、名指しで批判は自民党初じゃないかな。これ以外にもいるかもしれないですけど、まあ、地方議員、市議会議員、区議会議員レベルだったらいるかもしれないですけども、ネットの話、地上波テレビが一切報じないのが異様、コラボ問題を契機として、すべての NPO 団体の総チェックを行い、不適切団体への助成は辞めるべき。他国の活動家や工作員みたいなやつに、我々の税金が流れる仕組みがおかしい。社会的弱者をうまいこと言って取り込んで、反日の兵隊に使うスキームと。韓国の自称慰安婦支援団体、正義連に寄付するコラボは許せない。ただただ潰したい。関係してる若草ボンド、パップスも全部潰したい。なぜなら気に入らねえから。あはは、ド直球ですね。少しも飾ることなく、素直な気持ちを出すと、こんな感じ。慰安婦、自称慰安婦で日本に金たがろうとしてる団体に寄付するような奴ら、全部燃やしたい。減税するためにこういう怪しい連中に金がいかないように法改正すべき。で、焼き尽くすべき。なぜなら、楽してずるして気に入らねえから。ド直球。ダメなんですよ。議員は、ええ格好したいなとか、賢く見られたいな、思っちゃダメなんですよ。操られっから。綺麗事言われて、SDGs みたいにね。ただ乗り排除は、人間の本能ですからね、これ。脳科学者の中野信子さん。もうですね、なぜ人はいじめをやめられないのかみたいな本、書かれて主張されてましたけれども、ただ乗り野郎が、集団に一定の率超えると、その集団自体が消滅しちゃうんだよね。負担で、重荷で。だから、ただ乗り野郎、例えば、働けないであるとか、偉そうなことばっかり言って、全然仕事できねえとか、そういうやつを排除しようとする。で、昔はですね、原始時代、我々の脳みそが作られたんですけれども、集団から排除されてぼっちになる、イコール死と。けだものもいっぱいいただろうし、食い物もたった一人ではままならないということで、村八分っていうか、その集団から追い出されて一人ぼっちで森さまやってたら、大体結果は死だから、人はぼっちを恐れるであるとか、だから孤立はタバコや酒よりも健康に悪いであるとか、そんなこと言われるんですけども、ただ乗り排除は人間の本能なんだから、
私のド直球も認めてほしいなぁ。外国人生活ママなんかも許せねえよね。ド直球。楽して吊るしやがって。ド直球。まあ参議院議員、私目指してますけど、国会で、ド直球、ラグしてズルして、気に入らねえって言いたいなって、全然飾らず言いたいなと思っております。メール党員さん、大募集中であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。